5月17日東京日本武道館で行われた日ソ対抗バレーボール大会2日目、メキシコオリンピック金メダルのソ連女子チームを迎え、オリンピック以来不調と言われてきた日立武蔵はこの大会に立ち直りをかけています。はつらつとした日立武蔵の攻撃、主力を欠いているとはいえ金メダルの貫禄十分のソ連チームです。第1セット15対9日立武蔵、第2セットは8対15でソ連、そして同点で迎えた第3セット、リードされた日立武蔵は中盤攻撃にも守備にも素晴らしいプレーを見せ、かつての力を思い出したのか一気に追い上げます。日立武蔵冴えたコンビネーションプレーを展開します。第3セット15対13で日立武蔵。リードで気を良くし勢いに乗った日立は第4セット、いきなり6対1とリード。最後まで執拗に食い下がるソ連、最後井上が強いサーブを決め宿敵ソ連に快勝。日立武蔵は堂々オリンピックの雪辱を果たしました。